不服従のフランスは、フランスの政党。2016年2月に決闘した。政治的立場は、左派、極左内視急進左翼、欧州左翼党のオブザーバー政党である。ジャンリュック・メランションが2017年の大統領選挙での出馬を促進するため、2009年のリスボン条約反対運動の間に、反グローバリゼーション社会運動から生まれた。 左翼党から設立された。スペインのポデモスからインスピレーションを得ている。不服従のフランスは、左側の主要なポピュリスト政党である。2017年の大統領選挙では反エスタブリッシュメント、または反緊縮ポピュリスト運動として立候補した。民主社会主義、環境社会主義、反グローバリズムをイデオロギーとし、ポストマルクス主義の理論家であるシャンタルムフと、 エルネストラクラウの政治哲学を取り入れている。連帯保護主義を支持しており、製品が遠くに出荷されるほど課税される、キロメートリック炭素税を提案している。欧州会議派であり、特定の欧州連合条約に反対している。また、大量移動に批判的である。アラン・リピエッツによれば、同等は、反人種差別、社会的進歩の支持、エコロジストという点で左翼である。 歴史家のロジャー・マルテッリは、同党の綱領を考えするのは、新自由主義と社会自由主義の漂流への非難を目的とする、反自由主義と同じ流れであると述べる。フィリペ・マーリアによれば、同党は、左翼や、階級の概念を退りけているが、同党の有権者はそもそもメレンションの社会、民主主義プログラムに惹かれていた。ファイをあしらった旗公式カラーは、オード色と青。 シンボルはギリシア文字のファイ。フランスインソーミセの頭文字ファイのように聞こえ、哲学、調和、愛を連想させる。ロゴにもなっており、投票用紙を含む至るところで使われている。メレンションは選挙集会でファイは哲学、知恵の愛を意味する。かなり良い声明であると説明した。右でもなく、左でもないシンボル、中立的な目印である。 メレンションは集会で赤旗を禁止し、インターナショナルを歌うのをやめ、それらはトリコロールとラ・マルセーエズに置き換えられた。同党が繋げたいと望んだ大半の人々にとって、フランス左翼の文化に深く根ざした左翼のシンボルは、あまりに争いの種になるか、単に無意味とみなされた。ありがとうございます。